そうよ、ライブの時にさ、うん、おらんかったやん。だからさ、白線の時にみんなこうやってたやん。そう、私あれはなさ、ニャーポーズやってずっと思ってたらさ、そう、私が骨折しちゃって幕張の公演に出れなかったんですけど、うん、それなんか永遠の白線っていう曲で、なんか最後一人ずつポーズしてく振りがあるんですけど、うん、なんか12個音があって、でネルがいた時はぴったりだったんですけど、うん、ネルがいなくなっちゃって、そのネルのネルポーズ、こういうのをみんなでやってたんですよ、うん、でその幕張の公演で私もいなくなっちゃったから、私の順番の時に、うん、みんなでなんかこういうポーズしてくれて、これそうそう、それをなんかね、マナはてっきりニャーとかいつも言ってるからニャーかなって思ってたら、みんなツインテールって言ってて、そう、でも私もね、あ、そっちやったんやって思って、私もなんかニャーポーズしてくれるのかなって思ってたの、うん、そしたらみんなツインテールだったから、あ、そっちかって思った、だろうなって思った。